ここで今まで勉強してきた電流、電圧、抵抗などを踏まえた上で、電車が電気をどう使って加速するのかを考えました。最初は一人で考え、その後はグループで話し合ったことを発表しました。電車って例えば1500ボルトとか600ボルトとか決まった電圧なので、この抵抗を減らせば自然と電流が増えるので、そしたらモーターが速く回って加速するんじゃないかと思うんですけど、抵抗の変え方がわからないというのが悩んでいます。なるほど、はい、じゃあこのテーブルで、電車が、エネルギーを取るには電気が必要です、うん、それで電気を、運転室であるモーターを制御して、うん、そのモーターと歯車と車輪をはめ合わせることによって歯車を回す回数が多くなるほど加速すると思います、はい、各グループともそれぞれに意見がまとまりました。次は鉄道模型を使った実験を通して電車が加速する仕組みを学んでいきます。